リンゴンベリージャムとトーストスウェーデン産、ブラッドソーセージにかけられた、リンゴンベリージャムリンゴンベリージャムとは、コケモモから作られるスカンジナビア料理の定番食品である。コケモモは、北ヨーロッパ内陸の森林地帯に豊富に自生し、簡単にジャムに加工でき、保存が容易であり、ビタミン C の含有量も多いために、クロップカーカ、ピーテパルト、ポテトケーキ、ロールキャベツ、 ブラッドソーセージといった伝統料理の付け合わせとしては非常に一般的なものである。現在ではジャムとしてパンケーキに添えたり、ミートボール、ビーフシチューやモツ料理といった肉料理、地域によっては揚げたニシンの薬味として添えられている。マッシュポテトや伝統的なオートミールにはシナモンや少量の砂糖やシロップと共にリンゴンベリージャムが供されることがある。 高品質のリンゴンベリージャムはベリーと砂糖に適宜少量の水を加えて作られる。電化品にはリンゴ、またはペクチン、あるいはその両方を添加したものがある。ベリーに含まれる安息抗酸の働きにより人工の防腐剤を必要としない。最高品質のリンゴンベリージャムは加熱せずに生のまま単にベリーと砂糖を混ぜて作る。 このように作られたものは、スウェーデンをレガリンニア、ノルウェー語ローテキタバーと呼ばれる。イケアの店舗で大容量容器入りのリンゴンベリージャムが販売されているため、北アメリカでも一般的な食品となってきている。コケモモは北アメリカのアラスカ州からラブラドール地方にかけては、ローブッシュクランベリーやパートリッジベリーという名称で知られ、クランベリーと同じ。 スのキ族の植物である。ありがとうございます。